ばたマヤさんはばたの昔話を読んでいます。昔、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 天国に神様が住んでいました。その神様の娘さんは織姫です。織姫は 真面目な女の人です。毎朝、早く起きます。早く仕事を始めます。織姫はきれいな服を作ります。毎朝、午前5時頃起きます。ある日、神様はこう言いました。織姫はもう大人ですから、結婚した方がいいと思う。 私の友達の彦星を紹介しましょう。彦星のうちに。牛がたくさんいます。彦星は牛を使って仕事をします。役星と織姫は結婚します。いいですね。でも二人はいつも。 遊んでいます全然働きません神様が怒っても働きませんだから神様は織姫を家に連れて行きます別々になるのは悲しいです別れたくないと織姫が言います織姫は悲しくなって毎日泣きます ひこぼしに会いたいと言っています。かわいそうねえと神様が思っています。じゃあ毎年一度だけ会ってもいいです。それは7月7日です。その晩天国の橋を使ってひこぼしのうちに行ってもいいです。お父さんありがとうとお姫が言います。そして、 毎年織姫と彦星が七夕の日に会います今でも日本人はその日に願い事を書きますその紙は赤、青、いろいろな色ですいい大学に入りたいとかいい人に会いたいとか書きます あなたは何を書きますか